皆さんこんにちは。今回はディズニーで英語力アップシリーズです。東京ディズニーリゾートで使われている実際の英語表現を題材に英語を勉強していこうという企画です。今回はディズニーシーのセンターオブジアースで放送されている英語アナウンスを取り上げます。それでは早速ディズニーシーセンターオブジアースに乗っていきましょう。今回取り上げるのはこちらの英語アナウンスです。 Attention. Per Captain Nemo's orders, for your safety, please remain seated with your hands, arms, feet and legs inside during the journey and supervise your children. Also, remember to secure hats, glasses and other loose articles in the cargo net. Thank you. それでは今の英文の放送を一つずつ見ていきます。 Attention. Per Captain Nemo's orders, for your safety, please remain seated with your hands, arms, feet and legs inside during the journey. まず最初の2つ、 Attention per Captain Nemo's orders と来てます。この Attention というのは諸君に次ぐという意味です。 Attention please の Attention ですね。以前海底2万マイルの乗る前のアナウンスも英語解説したんですが、そこでも使われていました。続いてパー〇〇と来ています。このパー〇〇というのは〇〇に従ってという意味です。例えば昨日の話し合いに従って今日はトイストーリー3を鑑賞しようというふうに言いたい場合、この場合はPer our discussion yesterday, let's watch Toy Story 3 today というふうになります。今回は Per Captain Nemo's orders と来ているので、ネモ船長の指示に従ってという意味になります。 For your safety, please remain seated. この For your safety はいいですね。あなたの安全のためという意味です。その後 Please remain seated と来ています。Please 〇〇で〇〇してくださいという意味です。でその後ですね、 Remain が来ています。 Remain してくださいというのは〇〇の状態を保ってくださいという意味です。ここでは〇〇の部分に seated と来ていますので、座った状態を保つという意味になります。全体を訳すと、安全のため立ち上がらず座ったままでいてくださいという風になります。後半部分ですが、with your hands, arms, feet and legs inside during the journey と来ています。このね、with 〇〇 a。この with 〇〇 a というのは、〇〇が a の状態でという意味を指しています。例えば、口の中がいっぱいの状態でタートルトークに行くなと英語で言いたい場合、Don't go to turtle talk with your mouth full となります。最後の部分、with your mouth full。ここで your mouth がフルの状態。要は口の中がいっぱいの状態でという意味になります。何を食べながらタートルトークに行こうとしたのかが気になりますけれども、センターオブジアースの英語のアナウンスでは、with your hands, arms, feet and legs inside となってますので、手や足が中に入っている状態、inside の状態ということで、乗り物から手や足を出さない状態でという意味になります。最後 during the journey と来ています。これは旅の間、ジャーニーの間という意味です。この部分全体訳していきますと、諸君に次ぐ、ネモ船長からの指示に従って、安全のため走行中は座った状態のまま手や足を外に出さないようにしてくださいといった感じになります。それではどんどん英語の文章を見ていきます。 Supervise your children. Also, remember to secure hats, glasses and other loose articles in the cargo net. Thank you.先ほどの英語の続きですが、 And supervise your children と来ています。 Supervise 〇〇で〇〇を監督する、〇〇を管理するという意味です。 Supervise your children なので子供を監督する、子供に注意を払うといった意味になります。これは海底2万マイルでも同じ放送がされていました。後半ですが、 Also remember to と来ています。 Also はまた何々もという意味です。 Remember to 〇〇で〇〇するのを忘れないとか、必ず〇〇するという意味になります。ここでは Remember to secure なんですが、 Secure 〇〇というのは〇〇を固定するという意味です。必ず固定するのを忘れないでくださいと言っています。で、何を固定するかというと、 Hats, glasses and other loose articles と来ています。 Hats, glasses は帽子やメガネ、それから other loose articles というのは、これね、loose article で飛ばされやすいものという意味です。loose というのは緩いという意味です。あの時間にルーズだとかいう、あのルーズですね。で、アーティクルズっていうのは、ものという意味で使われています。まあ、普通はね、記事、あの新聞記事とかの、あの記事で覚えておいた方がいいと思います。で、こうした帽子メガネ飛ばされやすいものをどこに固定するんですかというと、インダカーゴネット、荷物入れにということになります。全体を訳すと、帽子やメガネ、その他飛ばされやすいものは荷物入れに入れてくださいという意味です。それでは日本語のアナウンスも含めて、最初から最後まで通しで聞いてみたいと思います。アテンション。ネモ船長から安全に関する注意がある。走行中は立ち上がったり、
手や足を乗り物の外に出したりせず、子供からは目を離さないこと。また帽子や眼鏡など落としやすいものは座席前のネットに入れるように。以上。 Attention. Per Captain Nemo's orders, for your safety, please remain seated with your hands, arms, feet and legs inside during the journey and supervise your children.Also, remember to secure hats, glasses, and other loose articles in the cargo bay. Thank you. ご視聴ありがとうございました。英語は繰り返して勉強することがとっても大事です。ぜひこの動画何度も繰り返して復習するようにしてください。また他にも動画はディズニーで英語力アップシリーズ上げてますので、そちらもね、ご覧いただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。